い、こんにちは、こんばんは、おはようございます。マミチャンネルのお時間でございます。はい、今日はドラゴンクエストヒーローズをやっていきたいと思っております。ドラゴンクエストヒーローズなんですけれども、ちょっと待ってね。今冒険の書を開きまして、その前回ゼシカとヤンガスが仲間になりまして、新しいメンバーを加えて、これからまた新しいクエスト、多分新しい街に行くと思うんですけど、お話進めていきたいと思います。ということで、シェアボタンポチッとな。で、私なんかいっぱいあるんだけど、ちょっとまずルイーダの酒場にいて、ゼシカを私はメンツに入れたいんですね。ルルーシュって消していいの？消していいの？とか言ってひどい。どうしよう。あ、違う、君じゃない。あら、いら何をお望みかしら。ルルーシュとゼシカ、21レベルなの、強いんだけどまだ弱いね、私。さあ、行くわよ。さあ、行くわよ。ご用はないかしら。また寄ってね。はい、バッチリです。テリー、ジュリエッタ。あ、ジュリエッタになっちゃった。バリスタね。でもって、武器とか整えたいんだけど、新しく話しかけられるから、ご協力お願いします。お、もしかして新しいのか。ちょっと待って、これ全部受けさせて。お願いします。頑張ってくださいね。全部受ける。だってこれ全部受けといた方がいいでしょ。頑張ってくださいね。ていうかさ、これクエストって何個まで受けられるんだろう。頑張ってくださいね。気になるところ、読んでないけど、とりあえず受けとけみたいな感じになってます。頑張ってくださいね。あー、ついに来た。あ、でも報告できるのがあるのかな。 OK。 テテ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 、ポン。なんか懐かしいね、このお疲れ様でした出たこの拍手。イエーイ、ジュースのメモリゲットだぜ。はん、もちろんいっぱいとかあるの。え、ごきげんよう。またいらしてね。持ち物いっぱいやばない？いらっしゃい。こうしよう。ちょ待って、ちょ待って、ありがとうね。それどころじゃないね。おお、よく来たな。前に聞いたよ。お、あ、強いの装備したんだ。ん、魔法の盾装備した方がいいよ、テリーさん。ほらよ。おお、いいね。はい、ほらよ。でもって、都のリボンいらないね。また来いらっしゃい。ゼシカの守備力が異常に低いんで、ちょっとオーブを上げたいと思います。あいや、ありがとうね。いいんだけど、この持ち物をどうすればいいんですか、ね、こんにちは、お手紙が届いていますよ。あんたってその紙を。それではまた。そんなのお安いご用だぜ。うん、あ、わかった、売ればいいんだ、あのあれ。おお、よく来たな。お金になるやつ。そう、ゴールドストーン。いいんでしょ、これって。ほらよ。黄金のかけらもかな。ほらよ。これでさ、超やっちゃいけないことやってたら受けるよね。実はなんかいい素材だったみたいな。ほらよ。その時はその時ですね。また来てくれよな。は
回のクエストを受けられる。ご協力お願いします。イエイ。ごめんね、このなんか始まらないっていう。でもこれ大事な、お疲れ様でした。はい、OK、頑張ってくださいね。これも達成してね。でも達成のあの拍手をもう皆さんに聞かせるのが忍びないので、もう進みたいと思います。お、なんだよおじいちゃん。よし。おう、そうね。はい、うん、うん、ドアドキアに行くらしい。ドワーフか。ドワーフって言うとあれ思い出すの、ドラクエ5。うん、もうすごい初期の頃にさ、あれだよ、サンタクロース、サンタクロースじゃない、サンタローズだ、サンタローズの村だよね確か。あのさ、パパスの家の、パパスじゃない、サンチョさんかの家のさ、あの地下からさ、なんか光の柱みたいなのが出て、そこからさ、ドワーフの村に行くわけよ。でさ、まあいいや。長いトンネルの奥へ。ラバトール・シーラと同じようにドワーフたちの町、ドワドキアも魔物に襲われている可能性がある。仲間に加わったジェシカ・ヤンガスと一緒に次なる目的地、ドワドキアを目指そう。はい、目指します。そう、それでね。その光のさ、あの柱みたいなの出てきて、そこでドワーフの村に行くんだけど、回復ができない、回復が薬草とかじゃないとダメで、宿屋で溜まっちゃうと光が消えちゃうんだよね確か、スーファミバンドと。で消えない場合もあるんだけど、なんかやりすぎると消えちゃうみたいな、なんか確かそんな仕様だった気がするよ。お、洞窟で行かす。そのわけでこっちに戻ります。でも確かに洞窟といえばだからが好きなんだからな。うわ、めっちゃいるやん。さあ、参りましょう。うわ、絶対に逃がさないんだから。あ、ジェシカ使おうっていうか。すごいね。前方の敵に向かってメロンを唱えるなんて。オッケー。レシピを獲得なんて。なんかマダマンズさんがいるじゃん。すごい。え、でもこの。これ強い。どんどん次の相手がやってくるわ。怒涛の攻めをしのぐって燃えるわね。そうね、小細工なしの力比べって感じで熱くなるわよね。あ、てかあれじゃん、スキル上げれればよかったね。何してんだろう、やばい、マジか。ジェシカが可愛いんだけど、ちょっと待ってね。マニュアルアクション。そうそう、ね、ここに違うよ。キャラクター、ジェシカ。疾風陣内。つかハッスルダンスを覚えさせなきゃいかんのだったわ。マジのリーチを生かした素早い範囲攻撃が得意。一発一発軽めなので、あ、なるほど。方向を決めて敵を吹き飛ばせる。なるほど。そしてですね、アクション。ボイミストンどうやって使うんだっけ ?R1 ボタン、OK。もう終わりか？
なんかいろんなことは私はしてないみたいな。そろそろへばってきたんじゃないか。作戦に頼ってばかりじゃ戦えないぜ。闇雲に戦うやつはすぐにへばるが、作戦があればそうはならないさ。てかトロルとかいうの見えたんだけど、やばない、やばない。ちょっとトロルにちょっとあのあれは武装を使おう。怖っ。わかりました。これはやばいやつや。これで最後ね。おー、はい、お行きなさい。やばいって、トロールとかちょっと無理なんだけど。はい、スクルトだ。スクルト大便器、大便器。やばい。あ、そう、でしょ。覚悟するのね。かっこいい。いいね。守備力下がるんかい。片付いたようですね。あれ、意外に多かったか。宝箱、宝箱、宝箱。あ、私の力お役に立ったでしょうか。ジェシカ何そのセクシーポーズ、こんなんなっちゃって歯がっくり。進みましょう。なんかすごいね、洞窟系なんだね、ドワーフの住む村って。ドラクエ5はこんなんじゃなかった気がする。あれドワーフだよね。もしかして5の私の言ってることがドワーフじゃなかったらどうしようって今ちょっと思いてる。イエイ。いいね。そういうのが溢れてますって言われちゃった。まあそこら辺の整理はちょっと後でやっときますね。こんにちは。お手紙が届いていますよ。素材ありがとう。あ、そこ。それではまた。おじいちゃんいいよ。あ、はい、そんなわけで続けていきたいと思います。あのね、これからも。ようこそ。あ、そうだ。神のご加護があらんことを。ビデオクリップをアップロードする。 OK、 保存しました。というわけで今日もドラゴンクエストヒーローズパート 16? 16だよね。 16でございました。そんなわけで
あのマミチャンネルツイッターやってるのでよかったらフォローしてください。ゲームのことやら何やらつぶやいております。あと YouTube のチャンネル登録もお待ちしております。あとコメントも随時お待ちしてます。はい、では次は17に飛んでいきたいと思うので、さあ皆さん準備はいいですか。いきますよ、せーの、じゃあ